先輩は甘いの苦手だから食べないですよねみたいになってる大志がこうこう。皆さんこんにちは、ちるちる商業ビールレビューサイトちるちる記者のケチャップです。同じく記者のアプリコットです。今日のネタからのビールのスピンオフが配信されました。はい、私はまだ見てないんですけども、はいはい、バッチリ見てきましたよ、はいはい、アプリコットさんには見ていただいたということで、はい、見てもらったということで、はい、そちらの感想の方を聞きたいと思うんですけども、どうでしたか？いやなんか甘くなってみたいな感じでしたね。甘くなったんですね。甘くなってましたね。はい、部活登山サークルじゃないですか。あ、そうですね、登山サークル仲間の意外な顔とか、はい、意外な顔とか、あ、裏側でこんなこと考えてたんだみたいな子がいて、それもちょっと面白かったですね。あ、面白そうですね。なんかこう他のこうメイン以外の部分もちょっと現れてるというか、はい、そういう感じだった。そうなんですよね。はい、あ、ゆい先輩っていうあの高橋先輩ファンの女の子が本編でもいたんですけど、うん、あ、はい、その子がちょっと2人のことを、まあ、観察してるというか、あ、観察した上でちょっと我々のような妄想をしているっていう、ね、共感できるポジション、共感できるポジションの子がいたんですけど、はい、でそのゆいちゃんからの視点で語られるあの高台の、うん、お話であったり、二十歳になった大進くんお酒を飲んじゃうみたいな内容となっております。はいはい、あー、かわいいじゃないですか。最初のゆい先輩視点のやつなんですけれども、はい、あの小説投稿サイトにクーデレ先輩と方言男子小説をちょっと書いてみたいな、親近感がちょっと親近感って感じだったんですけど、はい、本編で飲み会のシーンがあったじゃないですか。そこで大進くんが言った爆弾発言とそれに対する高田先輩の反応みたいなのを見て、はい、ちょっとビビッと来てしまったみたいで、それで妄想をこう書き込んでいた次第なんですけど、いいな、いいな、はい、もうメモってるんですよね、2人の行動。あ、スマホのメモじゃなくて手書きなんだっていうところもちょっと可愛げなって思ったんですけど、ゆい先輩の視点から描かれてるっていうことで、なんか、あ、この2人って旗から見たらこんな分かりやすいんだみたいな分かりましたね。あのだって先輩は気づいてないっていうか、みんなにはバレてないつもりなのかもしれないんですけど、うん、先輩はもう大進くんに目配せして行くぞみたいな合図を出して2人で帰っていくし、それで2人歩いてるじゃないですか、はい、こう噴水デートみたいな、うん、デートなのか分かんないんですけど、うん、ちょっとお散歩してるところを、うん、ゆい先輩が見つめてるんですよ。あのクレープを食べる、あ、大進くんがクレープ食べてて、高田先輩はもうコーヒー飲んでるみたいな感じなんですけど、うん、なんか先輩は甘いの苦手だから食べないですよねみたいになってる大進くん、こうこう腕掴んでこう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 持ってってパクみたいなやつやってて、あ、まあ、それ聞いてるだけでニヤニヤが止まらない。それをゆい先輩は見てるんですけど、はい、ゆい先輩の中でもちょっと妄想というか、スイッチが入って、あの脚色されて妄想になって現れてるみたいな感じだったんですけど、なんか本当に親近感が湧くというか、うんうん、我々のような視点。いいですね。脚色してくれるとこっちもなんか栄養分摂取できるじゃないですか。でもそれプラスでも脚色、ゆい先輩の中で脚色されてるとはいえ、はい、なんかあの、あ、でも宝先輩から大進くんへの好意ってこんな分かりやすかったんだなっていう風に私は思いましたね。クーデレ先輩じゃないですか、うんうん、そうですね、本当に。でもデレ成分が強くなってて、あ、やっぱ作品がこうね終わってスピンオフですから、スピンオフですから、なんかデレ成分が多めですごい、はい、あの実際どんなデレた表情を見てしていたかはもう皆さんに見ていただいてほしいところでございます。ぜひニヤニヤしていただいて、ニヤニヤしながら見てほしいですね。はい、私もニヤニヤしてよ。はい、それでお酒を飲むっていう、大進二十歳になるっていうタイプじゃないですか。はい、あの誕生日だったんですよね、大進くんが、はい、それで二十歳になるからお酒が飲めますっていうことで、うん、酔ったお前がどうなるか確認してやって、で先輩がまあ料理を振る舞ってくれて、はい、お酒を飲んでっていう感じなんですけれども、まあ、酔った大進くん可愛かったですよって皆さん見ましたかっていうところなんです。見てない見てない。いや本当にやっぱり高原先輩はもう
一番最初に見たいわけじゃないですか。そうですね、そこの独占欲みたいなのも良かったですね、うん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 、なんか他のやつに見せられるかみたいなのが感じられてすごい良かったんですけど、うんうんうん、まあ大進くんはと言いますと、もう、うん、はい、ビビレでございました、はいというかネタバレはちょっとできないんですけれども、はいはいはい、まあ明らかにこうちょっとまあ本編でも素直だったんですよ、大進くんって。その先輩に対する好意をちゃんと正直言ったりとか、うんうん、なんかあの好きですっていうことはちゃんと伝えてたんですけど、うんうん、あ、これをさらにこうやってくることがあるんだっていう。あー、そうなんですね、液体が。あの素直、元々素直なのかが酔ってさらにあざとく素直になっている。あざとい成分がもうモリモリになっていて、はい、これを無自覚でやってるんだとしたら恐ろしい子だって感じでしたね。いやでも無自覚迷ってますからね。ですよね、はい、でそこあの予告でも結構皆さん世間がざわついていたところではあるんですけど、はい、まあ大進くんの方から宝先輩に迫るみたいな描写があって、で私なんかみんなあの結構ネットの方でも私の方でも初夜フラグかっていう風になってたんですけれどもっていうところで、しっかりこの先輩に迫って押し倒すぐらいの勢いで顔を近づけるタイシンくんっていうところでちょっと頭パンクしそうになりました。あ、見ていいのかな、見ていいのかなというふうに思ったんですけれども、私はゆっくり時間をかけて見たんですけれども、はい、まあ、その後どうなったかっていうところはちょっとねご想像にお任せして、あ、で私たちの想像にも委ねられてそんな感じはしたんですけど、あ、はい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 、でもねちょっと、ま、結局は可愛いタイシンくんだったっていう。あ、ほろ酔い大進くんの可愛さについては、はい、あの語っていただいたところではあるんですけれども、やっぱりそれを包み込む宝先輩の包容力、イケメン彼氏みたいなところも熱かったですね。いや、はい、包容力あるもんね。包容力の塊じゃないですか、高田先輩って。ありますよね。それこそもう原作でも。もうそうですよね。はい、大きな手と。最初からそうじゃないですか。最初からもう全開だったと思うんですけども、はい、なんかもう酔って甘えたさんモードになった無自覚あざと大進くんをもう次にこうボンボンボンみたいな感じになってて、あ、なんだこのスパダリはというふうに思いまして。いやもう甘々じゃないですか。はい、甘々でした。なんかその本編でもキスシーンとかイチャイチャするシーンとかは結構あったんですけれども、はい、付き合った後しかも海外から帰ってきた先輩っていうことで、あ、先輩が海外から帰ってきて、それで久々のおうちデートっていうことで、まあこれ糖度もマシマシっていうか、いや、そうですね、なんか好きが隠しきれてないんですよね、あ、隠す必要もないので、うんうんうん、もう好きが溢れてるっていうか、あのもうクーデレ先輩がここまでデレマックスになるかっていうところで、いやもうこう本編を積み重ねて見たいっていうところじゃないですか。なんかもう本編をもうし一番幸せなところ、そうですよね、一番幸せなところで、もうゴール行ってからのこうですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、ゴールしてから好き好きみたいな、好き好きじゃないな、なんて言ったらいいんだろう、なんか お互いへのもう、うんうんうん、見る目がもう愛おしいものを見ている目ですし、結構ツンツンだった宝先輩がなんか大進くんの一挙手一投足にちょっとニヤついてる感じがめっちゃ良かったです。あ、見守ってる感じというか、見守ってる感じなんですよ、はい、なんかちょっと親心っぽいところもありつつみたいな。そうですよね、ちょっとやれやれ仕方ないなみたいな目をしていて、でもなんか結構だから先輩が海外に行っちゃってるせいで大進くんはちょっと寂しい思いをしてて、でだから先輩もだから先輩でちょっと寂しくてっていう二人が素直に寂しいっていう気持ちというか、あのこれから一緒にいる上でちゃんとお互い言葉にして伝え合っていたっていうところも結構うるっときました。あ、それでテーマソングのエンディングテーマが結構泣けるんですけど、そこでなんかしわしわになっても一緒にいようって歌詞があるんですよ。あ、はいはい、でこの2人を見てたら、あ、でもこうやって伝え合っていく2人だったら、あ、なんかずっと一緒にいれるだろうなって思いました。あ、いいですね。ということで2人の未来への期待が高まるスピンオフとちょっとドキドキでございました。はい、こう見たくなる感じでした、はい、甘いの見たいもん。甘いの見たいので、ぜひ甘いの見たい方は、はい、あのレミのプレミアムさんの方で今独占配信されておりまして、はい、ちょっと1ヶ月間は無料で見れる、うんうん、登録後1ヶ月間ちょっと無料らしい
もう無料で、はい、あのぜひぜひこの機会にあの覗いてみてはいかがでしょうかというところで、はい、ぜひです、ぜひ、はいはいはい、スピンオフ以外でも10話までレミノさんの方で配信されておりますので、この機会にまだ残暑続きますので、夏の爽やかさを感じたい方はぜひぜひこの機会に行ってとかしてみてもらって、はい、あの DVD とかも発売されるみたいなので、グッズとか逐一チェックさせていただきたいと思います、はい、あでもまあちょっと終わったことが私は悲しいので、続編とかなんかそんなものも、続編というかなんだろう、また機会があれば2人に会いたいなという次第でございます、ね、いいですね、はい、そうですね、はい、というわけでバイチル。